皆さんおはようございます。マーティン。ダーノミラクーボーイ、キングタケです。今日は鋳造の話をしたいと思います。鋳造はまあいろいろですね。家庭で使うフライパンとかいろいろ使っていろんな方法や金属を加工して作るんです。はい。まあ、金属で溶かし、いろいろな型を流し込んで、形を作って、まあ、大量生産できちゃうんです。鍛造工や力を加えてです。これ、強度を必要とするものに適しています。プレス、これ、金型を使って、これ、変形させて形を作る。こういう自由度が低いです。切削、これ、工具を使って、金属を削って形を作るんです。これね、多品種商業生産にも適しているです。溶接、これ、部分的に溶かしてくっつけて形を作る。これ、複雑な形のものを作ることができるんです。粉末夜勤、これね、圧縮して形を作って、高温で焼き固めて仕上げる。これが小さい部品をどん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 作っちゃうんです。ただ難しいのは、まあ、体積が収縮して凹みとか空洞ができちゃうので、そこが技術が必要です。というわけで、鋳造とはでした。バイバーイ。